はいあっ、はじめ,めました。ああ、りがとうございます。あれ、これじゃないのか、これか。え <laughs> やー、今日、誠の生だから大きくしたんだ。<laughs> だから、バックの音がないと多分、俺も歌いきれなはずなんで。<笑><笑>あこれからじゃない。違う、こっち,こっちじゃない。こっら。 <coughs> あ,あ疲れだ。お疲れ。誠はお疲れです。だって朝からあれだよ。イエーイ。朝から。朝から健康診断です。バリウム飲んでましたみたいな。<laughs> あれ白に変えよう。ね、は？あれ白い白いの混ぜてからバリウム。 <laughs> えー、もうデージーもうバリウムゲ,ゲップしそうデージだったよ <laughs> <laughs> あれ今回なんかすげえマシンだった口から言ったんですけどねあかんちょっとうつむいてくださいってうん <laughs> でぐるぐる回った <laughs> <laughs> ぐるぐる待ったよまだまった,待ったこっち掴んでくださいねって,ってぐる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  上になったり横になったりずっとずっとやってるんですよ嘘だろって言ってきいよなじゃあすいませんモ見ミさん右側に回ってくださいって回ったと思ったらあと2回回ってくださいって <laughs> 嘘だろみたいなゲップしたらもう1回 1> ゲップしたらそのガスで膨らましてるのがなくなるから、うん、ダメだしよ今日じゃあもう1回 1>、はい、ええー、やり直し,し、うん、やり直しやり直し取れた まこなりの、ま、こなりのユンタクラジオーイエーイ え始まりました。まこ、はい、なりのユンタクラジオまた噛み髪損だったけども、<laughs> えこの番組は伍川中学校で同級生だった諸見里誠とマコと宮里と成也がただユンタクする番組です。えー、この番組はでですね、えー、メッセージ募集しております。メールアドメメールアドレス,ドレスはい七六一のアットマーク f m k o z a ドット j p 七六一 アットマーク f a ス番号ですね098934の8653、098934の8653、また、FM コザではツイキャスト、ユーストリーム、えー、両方お音声とお映像、配信してますんで、はい、もうスマホでガンガン見,や見ちゃってください。お願いします。はい、はい、でまあ いつもね曲から始まるんで、うん、1>, 1曲目かなり懐かしくてちょっとやばい曲なんだけどやばい、ねはい、えー、流していただきますそれではここで1曲アニメソング、えー「ゼータガンダム水の星へ愛を込めて」えー、森口博子です。はいどうぞ 先週のやつ編集っていうか、はいはい、して、あのー、その前の,あの始まる前と、はい、あとこの CM の間のやつとかも <laughs> 全部編集してやったんですよ。<laughs> そうなんで YouTube でまこなりとか、はい、俺の名前とかなりの名前とかあのうちの会社の名前とか。はい なりのお店の名前とかええやったら必ずバンバンって上がってくるんで <laughs> はいもうタグ付けバンバンしてますから多分あのこの顔もあるからねライブで見るよりもしかしたら YouTube の方が面白いかもしれない、うん、<laughs> はい。 はい始まりましたこなりのゆんたくラジオ木曜日のねまた,またね、えー、19時にやってますけども、うん、まあさっきちょっと CM 中変な話ばっかりして <laughs> <laughs> ツイキャスの聞いてる人は多分 <laughs> まあ大丈夫大丈夫大丈夫聞こえてない、うん、聞こえてない手入れで手入れでいきましょう、はいはい でね今日ちょっとまあ『ゼータ・ガンダム』の曲、まあ、森口博子さんが歌ってる曲、うん、まあ何年前かな俺らが確か小学5年ぐらいの時に『ゼータ・ガンダム』あったんで、うん、まあその頃の曲なんですけどはい、はい、確かこれデビュー曲あそうなんだ、うん、デビュー曲なんだデビュー曲うーんいまだに歌ってるからねアニソン祭りみたいなはい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 うんうん、うん、それでなんでこれかけたかっていうと まあ、2>, まあ2回目だし、ね、2回目なんだよね本、うんに本当に,本当に一番最初の回で流したねかけちゃってでなぜこれかけた理由,理由、うんえ「ゼータガンダムの」の、えー、劇場版、うん、えっとリマスター版っていうのが あの三部作になって、ゼータガンダムもまあ機動戦士ガンダム初代のやつもあったんですけど。そのゼータガンダムの劇場版の方で主題歌を歌ってるのが。沖縄出身って言われてるダクト。ダクトさんです。ダクトね。俺噛んでた。うん、かんでない。なまってた。なまってない。こんなだけ。そはい、ダクトね、ダクト。はい、ダクトさんね。 あのね、ええ、本当にかっ,いいかっこいいんだけど、うん、かっこいいかっこいいうん,、うん、なんで g a c さんの話してるか、まあ、劇場版で歌ってるからっていうことでつな、はいまあ、げて、まあ、森口博子さんのその曲を流したんですけど、うん、実は今かなり真っ黒なんだよね超もうイルグルーなってから大変なってるねやばいやばいよ、うん、このやばい原因になったのが、うん、ガクトさんの影響です 学徒の影響はい何があった映画の撮影がありました映画うんあれ木造住宅屋じゃなかったまあね昔あのなんていうかな映画とか C M とかはいはいはいそんな感じのまあラジオの時にいた時もありましたけどもはいまあそういう関係の仕事をしてましてまあその時のまあいろいろつてというかいろんなのがあ たまに何かね映画とかその辺をちょっと手伝ってくれないかっていう感じであるんですけど去年もちょっと映画短編映画があって「宮平貴子」って「カラカラ」が有名なのかな貴子の貴子のって私言ってますけど自分の下にいたのでもう「貴子さん」とは言えないので私は行ったら逆にあっちの方が恐縮しますからまあ 彼女のまあ映画も去年あの制作で入らせてもらいましたけども、うん、今回もちょっと話がありまして、はい、あのちょっと人間が足りないから、うん、あの手伝ってくれないかということで今年の2月に制作発表されました「カーラヌカン」というん、うん、あの映画がですねあのガクトさんが主演で、えー、沖縄でロケをするということで、はい、ちょっと私が。 二日間だけ、土日、行ってました。おお、そったんだね。はい。だからもういるぐるなってるんだ。やばかったね。うん。熱中症。熱中症。つってたし。ああ、もうお腹つったり、足をったり、大変だね。背中つったり、足つったり。いや、その日々がない。そうそうそう。でね、やっぱかっこいいんだよね。かっこいいだろうね。びっくりした。もう、あれ。一じめたいない。で。話した。 あ話したのはね、うん、ちょっと蚊の話をしたんだけどね蚊ガジャンねガジャのちょっとね夕方になってちょっと蚊が多くなってでまあ俺制作で入ってたんで、うん、まあなんていうかなスタッフとかクルーの、うん、おーキャストも含めてあの虫除けスプレーとか配って歩いてたんだよねその時にまあ c k さんにそれを、あのー、スプレーを。 渡すというかどうですかということでお付きの人とかもねいっぱいいるんでまあ6人ぐらいで g a c k さん含めてえ行動するのであの専用の,あのメイクさんとか衣装さんとかそういうのもいますんでもちろんマネージャーさんとか付き人とかもいるんでそ,でそれでまあそのガジャンが来た時にまあ周りに。 えそのスプレーを回したりとかしながら最後の方で学徒さんのところ行ってあ「お使いになりますか?」っていうことでまあそのお付きの方含めてお声かけをしたわけですよ。そしたら学徒さんが「顔はね体をふりふりしてたら」 さないんだよ。って言われました。似てねえし似てねえし似てねえし。まあそんな感じか。うんうんうんわかるわかる。いや普段からあんなの喋り方が。そうなんだね。キャラじゃないんだね。キャラじゃないんだよ。あのまんまなのよ。ねすごい。歯持ってるし。マジで。色白いしさ。そうなんだ。歯は真っ白だしさ。へえ。すげえな。うん。サングラス、あ、ガネも あのね、外でなんていうのかな、うんあのー、撮影じゃない時はサングラスですうんなるほどねかっこよかったです、あのー、言っていいのかなあの学徒さんのパンツも見ました <laughs> <laughs> 知らいや言わない形も言わないあ言わない、うん、これ言ったら多分 <laughs> プライバシーになると思うんで言わない,いや大丈夫だと思うよ嘘 <laughs> う,<ー>うんもうここまで行ったんだろうに嘘そ言った方がいいの うん、聞いてあげるよ俺なんか制作のメンバーとか <laughs> それになんか言われそうな気がするんだけど <laughs> <laughs> それはまことだけ <laughs> やっぱりやっぱり言えない <laughs> そっかそっか <laughs> これ以上言えない <laughs> 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 うんなるほどまあ本当にかっこいい人でしたうん、うん、本当にストイックでね、はいあのー、いつも何飲んでるか正直言って分からないあそうなんだいや持ってる なんていうかなお月が持ってるんだけど水を<ー>水っていうか飲み物を、うん、水筒がなんかに入ってるんだ、うん、そうそうそう中身が全く見えないなるほどねあなんかメールも入ってるみたいよあそうですか、うん、はいじゃあメールの方を見てみましょうか,かかかか、うん、何かかかカードなんだねなんじゃこれこれはこれじゃないんじゃないかなこれじゃないうん 受信トレイこの間も受信トレイを押したのに、はい来ましたね。これこれですか？ですです。ああなるほど。うんえー、お名前がマルコさん。マルコさん。マルコさん。コーチさん。違うか。<laughs> <laughs> <laughs> それコーチ県やから。あ県だね。はい、ごめんなさいね。<laughs> 短縮したら若い, <laughs> 若いネイビーかなと思ってねなるほどねまんメッセージね、はい、あるんでちょっと読んでみます、はいえー、毎度,毎度健康診断お疲れさま、ね、また髪しょっぱなから噛んだねそれにしても黒いね <laughs> <laughs> ロ<フ> <laughs> 宮里さんシュールなツッコミガンガンやってください孫ちゃんは今野生をキャンペーン実施中です <laughs> 皆さんで応援するぜよ <laughs> おめでとうありがとうございます。はい,い、ねね。まあちょっと振りが入ったんでちょっとそれも振れふれますけども。まあね今日あの何だっけえっ、ー、と健康診断。はい。朝から重要だね。うん言ってまして。うん。あの今月入って体重が5キロ落ちてるよね <laughs>。すごいよね5キロったら。うん。 がなってるほどね。なりとたまに食いに行くさ。はいはいはい。それ以外にほとんど食ってない食べようよ。朝も昼もあんまり食わないのに。食べないと持たないよ。だからよもうやばいんだよね。まあ今はま子さんからはガンガン安いようキャンペーンになってるからね。これはもうどうしようかね。ね。野菜食べよう野菜。ね。 ショックなところが一つだけあった何があった身長が縮んでた年 <laughs> 体重やろ年になると縮んでくるっていうさうもう年だわけよ言わんこだな <laughs> 考えたら同い年だからなあ誕生日おめでとうございますあ誕生日でした <laughs> ありがとうございますはいえー、っと四月あ7月の 19火曜日火曜日かお店でちょっとケーキを持ってもうびっくりしたねサプライズしてきましたはいびっくりしましたまあ楽しい時間を過ごさせてもらいましたけどいえいえこちらこそまあなんかないちにはないみたいなんだけどジャーマンケーキねもう最高においしいホールを半分食ってたからねまあまあ 嬉しい反面美味しい反面でもあれ濃厚だったよね美味しい美味しい本当と濃厚ジミーのねやっぱジミーだからねジミーだよ沖縄だったらジミーだよねはいん他2社あるけど有名なところどこがある白バラあ白バラね白バラのジャーマンは食ったことないなまだあうんとあとはノボり屋あっのぼり屋があったね地元あるあるよく買いに行ったけどね うん、じゃあ今度はのぼり屋のジャーマンでお願いします <laughs> 来年の予約か <laughs> 旧正月そろそろじゃない終わってるか <laughs> 旧正月は来月でしょ来月、うん、来月もまた旧正の誕生がある、ね、な,んなんだそれ <laughs> <laughs> すいませんね <laughs> 沖縄旧正月の旧正もあるからね旧本旧本 <laughs> あ旧本か、うん、まあまあまあ 8月はお盆があるんだっけそうそうそう,そう話ぶっ飛んでますけどねあるあるうん、うん、まあでもね楽しかったよね本当に本当にその,その前の日はね共通の友人ね、あのー、もう名前出してもいいんじゃないもん金城さん金城さんうん。んんの誕生日だったからね、うん、名前も言っちゃう勝ツユさんイエーイ <laughs> 聞いてるかな <laughs> 一日以外だってびっくり俺もびっくりしたうん 来年から合同で <laughs> お前が噛んでどうする <laughs> 噛むのは俺の仕事や <laughs> ちょっとコーヒー飲んどこうね水出しコーヒーねなり、はい、のお店でもうまいコーヒー屋さんなんで自分でうまいもん <laughs> 言うな <laughs> 俺が言うんだったら分かるけどなんで自分でうまいって言うれとどうするの <laughs> 俺がいつも言ってるやんありがとうありがとう気<モ>い <laughs> <laughs> 話になってるよせっかく学 a さんのいい話してんのにそう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 かの話がどうなったんだっけまあねあの今もう離れておられますああなるほど沖縄から帰った離れてますうんもうそれ以上は言いませんまだまだあるのでスケジュールもちょっと私全部知ってるのであそうなんだはい言えません一応沖縄では終わりました沖縄県では終わり沖縄県では終わり終わり はあ,じゃあもうあとはもう大体あれだねまあまあまあ,、まあ、あのちょっと飛行機乗って離島ぐらいかなまあよくは分からないけどねもう何も言わないどこの離島行ってる <laughs> 何も言わないどこの離島あかんから言わない学徒さんどこいるんですか <laughs> 放送できんくなるからやめてくて <laughs> 一応これ <laughs> オフレコじゃない行っちゃダメな話ああダメってことねうんまだまだロケ中なんでうんじゃあまだ沖縄の方にはいるってことね知りません知りませんそっか話変えようかもはい何もねまあ話変えてまあユンタクライブの話でも久米島に戻すかごめんごめん もうこれ以上聞かないわ戻したら俺バリウム出てくるぞ今日バリウムだったからね今日バ,ルバリウムかうん、うんい、うん、カメラしたかったんだけどねバリウムにな,なってしまってなるほど <laughs> イカメラもきついけどねうんでもイカメラの方がねしっかり見つけられるからそうそうそうしっかり見つけてくれるんでんなるほどね,ね,ねしょっちもたまにしてくれるはいはいはい俺一回してもらったから そうなんだちっこいポリープがあったんで切りましたみたいなあそれで切れるんだねそう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 じゃあ1カメでみんな検診はお願いします病院大変するよそうなのうんみんなそれに殺到してるみたいだからああだって俺2か月前に予約してこんなったんだもんなるほどねうんでバリウムに帰られるそう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 でゲップしそうになって苦しんでたっていう誰 マリウムきついからねきついよあれ、うん、で話がそれてるんだけどん、ね、<laughs> まあユンタクラジオ違うユンタクカフェのユンタクライブ <laughs> あユンタクライブ <laughs> とうとう今週土曜日になったねなっっちゃったね23日土曜日、うん、えっと19時からねユンタクコーヒーでやりますんでぜひ皆さんあの時間見つけて遊びに来てくださいいははい、はい 酒も飲めえっとビールもあるワインもある島は持ち込んでください持ち込んフリーえっとどうしようかな持ち込み量は取ろうかな気分次第持ち込み今のうちなりにごますっとけそうだねやばいやばい持ち込み OK あついえっとなんだこれえっとツイキャス これ名前なんて呼んでいいのかなかおりちゃんでいいのかなチラって書かれてるんですけどどっかから見られてた俺らああなるほどチラじゃなくてちゃんと見てガンミか。また話それす今日の話がブレブレだねブレブレだねまあでもまあ一回ブレてるからうんとりあえず戻そうかゆんたこコーヒーのライブがありますのでよろしくお願いします でガクトはどこにまマイカ、チャームずしいな、はいはい、まあユンテカライブね、あの本当に今回は19時からスタートして、当初1時間の予定だったんだけど、えっとなんだサラちゃんとナオミさんか、ライブのたびにね練習もしてもらって、で曲が えー、なんかねあの盛り上がりすぎて、うん、なんか10曲以上なってるということで<は>もしかすると1時間半からぐらいの <laughs>、えー、時間になりそう結構ヘビーじゃんだからねあの1時間止めていいよってなんだけどねお二人の気持ちもあるので <laughs> あの皆さん来てもらったら十分なピアノの音とまたさらちゃんのねあの素敵な声が聞こえてくると思いますんで。 ぜひぜひお願いいたしますエンディングだねもうそろそろそうなんだうんエンディングはい今村裕太君もねやるけど俺も裕太君もねお願いします PA するんでもねお願いしてくださいい。エンディングになるんですけども今回はエンディングすごいよ俺が効果歌う歌う噛んでるしもうすでに噛んでるみたいな効果噛むなよねえやばいよね じゃあ、そろそろ、かな。準備はしとこうね。準備しといてよ。うん、うん。あと三十秒です。<laughs> 一応ね、皆さん、ネットで見てる人はね、7 7歌うらしいですよ。ネットで見てる人はね、うん、俺がアカペラで歌ってるような状態なんですけど。とりあえず、ラジオ聞いてる人はかぶってると思います。なるほど。かぶせて歌いますんで。はい。お願いしますね。関、はい、さん、よろしくお願いします。はい。はい 授業ってどうするユンタクライブ来てよ <laughs> 来てよ来てよスイキャスも来てるねてあ、まこなりさんあ、歌いますごめんねどうぞ牛川中学校校歌ボロミザとまことが歌いますそれではどうぞなごみのなぎさ <laughs> かすむみね 「うるましまねを見は、はい」「みはるかし」「どんどん」「随分記憶のきたかく」「そびゆるわれらがぐちゅうこう」いいかないい感じいい感じ一応一曲だけで、ね、おめでとう <laughs> 何がおめちととか分からないけど ちょっと読めない方もいらっしゃったんですけど、はい、ごめんなさい。やったね。うん、なんて読んだらいいのかな。ちょっとわかんないで、ちいちゃんさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございましエンディングで。なりますけども、はい、えっと、今日のお相手は諸見里誠と。宮里斉昭でした。また来週。来週バイバイ。バイバイ。コーヒー美味しいよ。